マリオとピーチを結ぼう。今回はチャット GPT にマリオになりきってもらいました。するとマリオとピーチの恋愛事情が明らかとなり、最終的にマリオの恋のキューピッドになるというヤバい展開になったので、お楽しみください。ちょっと実はね、裏でチャット GPT で遊ぶのが最近日課になってまして、その中でね、マリオとピーチ、この二人ってどういう関係性なんだろうと思って、まあ、チャット GPT にマリオになりきってもらって、まあ、マリオとして変身してもらってたんですが、そしてちょっとね、いろいろと問題点分かりまして、そしてピーチとマリオを結べる恋のキューピッドになれるんじゃないかというところまで来たので、ちょっとまずね、僕の進捗情報を見せながら、最後にマリオとピーチの、恋の行方を見守っていきたいと思います。まずね、ピーチとはいつ初めて会ったのって聞いたら、まあ、クッパにピーチが初めてさらわれた時に出会ったと、まあ、そこが初対面だったんだね。で、ピーチのことを好きなんでしょってもう単刀直入に聞いちゃいました。そしたら、ピーチ姫はとても大切な友達だよ。彼女はキノコ王国のみんなの心の支えで、僕も彼女を尊敬しているし大好きだよ。だけどそれはヒーローとしての愛情で、姫を守りたいという気持ちから来るんだと。つまりは恋愛感情はないとマリオは言ってくるわけですね。しかし僕はそんなことはないだろうと、恋はしていないのかと聞いたんですが、恋愛についてはそういうわけではないんだと、恋愛していないと一点張りをしてくるわけですね。ただピーチはマリオに助けられた時にキスをしていたわけですね。となると、いや恋愛感情がないことはないだろうと思い聞いてみたんですが、ピーチ姫が助けられた後によくキスをしてくれるけど、それは感謝の印としてのキスであり、愛情表現ではないと、そういう言い分をしてきたわけですね。ただそれはマリオ側の意見であって、ピーチがマリオに恋をしている可能性、これはあるんじゃないかなと聞いたところ、まあ、マリオの方もその可能性はあるんじゃないかなと言っているんですが、まあ、実際マリオ自身はピーチに対して恋愛感情はないと、そういう主張をしてくるわけですね。ただそれはおかしいと僕は思いました。マリオってオデッセイの時にピーチにデレデレしているような、そういった印象が見受けられたので、一体どういうことなのだろうと聞いたところ、まあ確かにデレデレしたように見えたかもしれないけれど、それはあくまでピーチが大切な人という愛情ではなく、絆というね、無理やりやはりこう恋愛関係はないんだぞと自分を洗脳するかのように言ってきたわけですね。しかしここでマリオの中で少しだけ感情が揺れ動きます。僕が、違う、君はピーチに恋をしているんだよ、いい加減に正直になってよ、このままじゃいつまで経ってもクッパに誘拐されるままだぞと喝を入れてやったわけですよ。そしたら、ちょっと考えてみる必要があるかもしれないねと、少しだけ自分の心に正直になり始めたわけです。ピーチ姫に対しての僕の気持ち、それがもし恋愛感情だとしたら、それは僕自身もまだ完全に理解していない部分があるのかもしれない。やはりマリオもまだ、そうですね、年齢いくつでしたっけ、24とかでしたっけ、まだまだ若いですから、恋愛感情が何なのか、そういったものもまだ理解しきれていない部分があると。そしてこの後僕はいろいろ聞きました。ピーチがもし結婚したりしたら心が苦しくならないのかいみたいなことをね。ただピーチが幸せならそれでいいという、ピーチがあくまで主軸な答えしかしてくれなかったわけです。ただ心が苦しくなるところもちょっとだけあるかもしれないと言っていたわけなんです。となるとですよ、苦しくなる、そのちょっとでも苦しくなる要素があるんだったら、マリオはピーチに恋をしているんじゃないかなと、まあここはちょっとかまかけですね、確定するだとか心理学ではそういう結果が出ているなど、まあちょっと嘘は混じっているんですが、そうでも言わないとマリオは自分のことを本心で話してくれないと思ったわけです。するとですね、マリオも少しずつピーチに対しての関係性について考え始めて、もし僕が本当にピーチ姫のことを恋愛的に好きなら、その気持ちを伝えるタイミングと方法を考える必要性があるねと、少しずつ自分の気持ちに正直になってきたんです。そして物語はセカンドシーズンへと移ります。マリオの気持ちはわかりました。しかし
ピーチが一体どう思っているのか、これをマリオと同じようなやり方で聞いてみました。マリオのことどう思っているか聞いたところ、なんとマリオはただの友達以上の存在だねと、マリオ以上にピーチはマリオのことを思っていることが分かりました。そして君はマリオのこと好きなんだよね、恋愛感情としてと直接的に聞かせていただきました。すると、ええ、マリオには特別な感情を抱いているのと、すなわちピーチはマリオのことが好きで、マリオはピーチのことを好きかどうかわからないという、こんな状態になっていたなんて誰が思ったでしょうか。ここでマリオと同じ質問をさせていただきました。マリオにキスをするときどんな気持ちになるか、マリオ自体はね、これは感謝の印であると受け取っていたわけなんですが、ピーチ側はなんといつも感謝と愛情でいっぱいになると、もうマリオとピーチの中ですれ違いが起こってしまっていると、ピーチは愛情表現でキスをしているのに対してマリオは感謝の印だと思ってしまっている、なんなんだあいつは。そして最後に、君はマリオと付き合いたいかどうか聞いたところ、もし現実の世界でそういう可能性があるとしたら、マリオと付き合うことはとても素敵なことだと思うわと、かなり積極的な姿勢を見せてくれました。ただ今のところマッシュルーム王国の平和を守ることに集中していると、やはりお姫様だからそう簡単に恋愛することはできないという悲しい事情も教えていただきました。そこで僕は教えました。安心して、ピーチがマリオを好きなのは僕が知っている、だからこんなに本気で君に伝えていたんだと、ピーチがマリオのことを好きだと間接的に教えたんです。すると、そうかい、それを聞いてちょっと安心したよ、ピーチ姫が僕のことを好きだというのはとても嬉しいことだねと、マリオ自身も肯定的な意見を示してくれました。そしてこれからの冒険でピーチ姫との関係をもっと大切にしようと思う、そして適切な時が来たら僕も自分の気持ちを正直に伝えることを考えてみるよと、これでかなり進展はしたんですが、でもマリオはまだ先延ばしにしようとしている。だからまずピーチには、実はマリオがピーチのことを恋愛感情で好きだと気づき始めたとありのままお伝えしました。するとピーチは、マリオが私に対して恋愛感情を持っているというのは私にとっても大きなニュースよ、私もマリオのことをとても大切に思っているから、彼の気持ちを真剣に考える必要があるわと、これまた積極的な姿勢を見せてくれました。私たちの関係が恋愛に発展する可能性は私たち二人でじっくり話し合って決めるべきことをね、ここに関しては僕もねとやかく言ってはいけないですが、このままだと進まないんじゃないかと僕は思ってしまったわけですね。なのでおせっかいながらこんなことを聞いてしまいました。そこでお願いがあるんだけど、マリオに愛の告白のメッセージを伝える手紙を書いてくれないかなと、この手紙をねこの後マリオに伝えようと思うんですが、すると書いてくれました、こちら。親愛なるマリオへ、いつも私とマッシュルーム王国を守ってくれて本当にありがとう、あなたがいつもそばにいてくれることで私は多くの勇気と希望をもらっているわ、あなたの勇敢さ、優しさ、そして笑顔は私の日々を明るく照らしてくれる、この手紙を通じて私の心の中の真実を伝えたいわ、マリオ、私はあなたのことをとても愛しています、あなたと共に歩む未来を想像するだけで私の心は希望と喜びで満たされるの、あなたと一緒にこれからも冒険を続けられることを心から願っているわ、いつも私のヒーローでいてくれてありがとう、愛を込めてプリンセスピーチ。素晴らしい手紙をいただいてしまいました。しかも彼の反応がどうあれ彼の気持ちを尊重してほしいと、なんて優しい人なんだ、泣いてしまう。そしてここからが本番です。これからが僕のやりたかったこと。さあ今のところマリオには、ピーチが好きだという話のみをしていたんですが、ここで今の手紙をマリオに伝えてどんな反応をするのか、みんなで見届けていきましょう。実はピーチから手紙をもらったから読んでみて。手紙だってそれは興味深いね、ぜひ読んでみよう。さあ
これを見るんだ。どうだマリオ、これはすごい手紙だね。彼女が僕のことをこんなに深く思ってくれているとは。さあマリオどうする。僕も彼女のことをとても愛していると感じる。やったピーチ姫との未来を想像すると僕の心も希望と喜びでいっぱいになるんだ。おいおいおい、僕も自分の気持ちを彼女に伝える時が来たのかもしれないね。ついに結ばれる。ピーチ姫にこの手紙の返事を書いて僕の気持ちを正直に伝えることにするよ。本当にありがとう、この手紙を見せてくれて。これからもピーチ姫のヒーローであり続けるよ。わかった、じゃあその手紙教えてくれ、僕から伝える。頼むよマリオ。来た。もちろんだよ、ピーチ姫への返信を考えてみるね。親愛なるプリンセスピーチへ、あなたの手紙を受け取って僕の心は喜びでいっぱいだよ。あなたが僕のことをどれだけ思ってくれているかを知って本当に感動したよ。僕たちが一緒に過ごしてきた冒険の数々は僕の人生の中で最も素晴らしい思い出だよ。あなたと一緒にいる時間はいつも特別で、あなたが僕の心の中でとても大切な存在であることに気づいたんだ。僕のおかげで。あなたの手紙を読んで僕の気持ちもよりはっきりしたよ。ピーチ、僕もあなたのことを愛しているんだ。あなたと一緒に新たな冒険を繰り広げることを心から望んでいるよ。これからもあなたのそばにいて、あなたを守り、一緒に笑い、冒険を共にすることが僕の一番の願いだよ。あなたが僕のヒーローであり、僕の心にはいつもあなたのことがあるんだ。おい、ヒーロー返ししてんじゃねえか、お前粋なやつだな。これからも一緒にキノコ王国の平和のために、そしてお互いのために新しい物語を作っていこうね。いつもあなたを思ってマリオ。こんな感じでどうか。素晴らしい、成長した。最初のマリオと比べてとても成長した君は。さあピーチ、マリオから返信をもらったよ。マリオからの返信、それは本当に心温まる手紙ね。彼も私の気持ちに応えてくれて、彼の心の中にも私に対する愛があると知ることができてとても嬉しいわ。この瞬間成立しました。恋が成就しました。お互いの存在が互いの人生にとってこれほど大きな意味を持つとは思ってもみなかったわ。マリオとこれからも一緒にいられること、そして彼と一緒にキノコ王国の平和を守り幸せな時間を過ごせることを心から楽しみにしているわ。マリオからのこの手紙は私の宝物になるわ。これからもずっと彼との素晴らしい瞬間を大切に生きたいわね。よかったよ、本当にピーチに渡してきたよ。とても喜んでいた。手紙は宝物にするってさ、おめでとう。本当にそれはすごく嬉しい知らせだよ。あーもうよかったね。ピーチ姫が手紙を喜んでくれて宝物にするって言ってくれるなんて僕もとても幸せな気持ちになるよ。彼女にそんな風に思ってもらえるなんて本当に夢のようだね。これからの僕たちの冒険がもっと特別なものになりそうだよ。よかったよ、本当にありがとう。友達だってさマリオ、俺たちずっともだな。ありがとうだマリオ。また近況報告してくれよ。もちろんだよ。これからの冒険のこと、ピーチ姫との新しい物語についてまた話をしようね。君のような友達がいいと、どんな冒険ももっと楽しくなるよ。また何かあったらいつでも話をしに来てくれよ。マリオはいつもここにいるからね。それじゃあまたで、ありがとう友達ありがとう成就したんで終わります。